皆さんこんにちは。小美玉市中延部にある、橋本旅館の根本守です。当店は江戸時代の頃より営んでいる食事と宿のお店です。現在は旅館としてだけでなく、お食事処としてランチやお弁当、ご宴会、法事などを受けたまわっております。当店では魚を使った和食のランチを提供しています。特におすすめなのがうな丼、それとお刺身と煮魚のランチセットです。うな丼は国産のうなぎに先代から継ぎ足し続けている秘伝のタレを塗り焼き上げています。ふっくらとした焼き上がりになっており、あっさりとした口当たりと深いコクを楽しめます。またお刺身と煮魚のランチセットはマグロ、サーモン、季節の白身魚など3点盛りと、ブリ、赤魚、サバなど旬の煮魚を楽しめます。煮魚はたまり醤油を使っており、色は濃いですがくどくなく、あっさりとした味に仕上がっています。ランチの他にもご宴会や法事のお客様用に、大小5つの部屋の宴会場をご用意しております。もちろん宴会後宿泊していただくこともできます。小美玉市にお越しの際はぜひ当店橋本旅館で美味しいランチをお召し上がりください。